6選手そんなに差のないスリットとなって1マークに向かっていきます。1マークの攻防戦は1号艇の山田が回っていく、2号艇の高橋刺してまくり刺して、3号艇の藤山正弘バック側に立ち上がって、2号艇の高橋二郎がトップに立っているか、外に3号艇藤山、1号艇の山田がさらに外、そしてそのうちには5号艇の石本、2番手争いかトップ争いか混戦で2マークです。なお前提スタートは正常でした。2号艇の高橋が回ってトップでホーム側に戻ってきました。握って5号艇の石本博夢が2番手か、しかし内側差を詰めてきたのは3号艇の藤山正弘で、3番5番は2番手ラップとなって2周目に入っています。5号艇の藤山ここの差しはどうか、及ばない。2号艇の高橋二郎が先頭です。2番3番5番予選特賞9レース間もなくゴール。1着2番の高橋五輪、2着3番の藤山五輪、3着は5番の石本で五輪。